みちゃん大丈夫カズくん。さっき私人見知りしちゃって彼女さんみたいに強く言えないから、私彼女失格だね。もみちゃん都内で一人暮らしをする大学生だ。シングル童貞ライフ真っ只中で。カズくん、うち近いからだ。でもマミちゃん彼氏いるって。ごめん、あれ嘘。え？カズくんが可愛い彼女連れてきたから少し見え張っちゃった。あーごめん、弟が友達連れてきてるから無理だって。うん。でも誘い入れる気はあったってことだよな。これって完全にお持ち帰りコース。大丈夫？あ、私水持ってたんだ。付き合ってる時もこんなに優しくしてもらったことねえかも。マミちゃん、マミちゃん、君が他の男に抱かれるなんて地獄なんだよ。マミちゃん、今からうち来ない？いや別に変な意味じゃなくてさ、魚見せたい魚がいて、あ、未練とかそういうキモいのじゃなくてさ、心が叫ぶんだ、この子に嫌われたくねえって。でもカズくん面白いこと付き合ってるね。不思議ちゃん系。でも私地雷多い子ちょっと苦手だな。少し絡みづらいっていうか痛いっていうか。そんな子じゃないよ。は？水原はそんな子じゃないよ。俺本当はまだマミちゃんのこと好きなんだ。人前で何言われても腹立たないし、でも水原のこと悪く言われるのはなんか違う気がする。私は悪くなんて。あ、ごめん